寺子屋 TV 町づくり情報発信チャンネル。はい、南魚沼散歩のコーナーです。今日は毘沙門堂にやってまいりました。ここでは裸押し合い隊さんについて、教えてもらおうと思います。今日ご案内してくださいますのは浦佐多聞青年団の団長の東智樹さんです。お願いします。令和4年度浦佐多聞青年団、団長の東智樹です。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。これはどうするのか、はい、今これを担いでるのが浦佐多聞青年団、ろうそく係っていうものがあるので、ろうそく係がろうそくを担ぐ、ね、はい、お様の毘沙門の本兵衛毘沙門であったろうかを3回唱えて、はい、このまでは出ちゃいけないよね。そうです、はい、この奥にあるところに毘沙門とが毘沙門店が、はいはいはい、なんで押し合うんですか。中心しか、そこの毘沙門様に拝めないので、それで中心に押し合うのが始まりで押し合います。これが要するに、あれだね、毘沙門店さんがいるところ。そうです、はい、うん、本当の毘沙門様です、はい、今もおられるんですけど、はいはい、この御開帳というのが、はいはいはい、特別な時ですか。そうです、はい、この御開帳は住職さんが代替わりする時、はい、うん、もう何十年に1回、ね、もう何十年ですね、もう、もう何十年です、はい、はい、浦佐毘沙門堂を訪ねました。多聞青年団についても、団長からお話を聞きしました。まだ、押し合う体験がやっていませんので、将来裸を押し合いますので、はい、参加しに行きたいと思います。買って、まあ、投げる。投げる。投げる。